皆様、今朝までお足元が悪かったところ誠にありがとうございます。今回トークの司会を務めさせていただきますゆかと申します。よろしくお願いいたします。今回ゲストがですねワルタンということで、まあ、それもおいおい説明させていただきますが、あの生身の方にまずゲストにお越しいただいています。そのワルタンの仕掛け人でいらっしゃいますデザイナーの純坊さんです。拍手でお迎えください。はい、あとマネジメントをされている北田義孝さんです。どうぞお願いします。北田です。そのままみんな立って話すということで、いやいや、座ってどうぞどうぞ。ありがとうございます。でですね、こちらの純坊さんが話しましたように、話してなかったかな、ワルタンというキャラクターがありまして、そちらをデザインされた方です。一番有名なのは、兵庫県の公式マスコットのカバタンというのがあるんですけど、ご存知の方いらっしゃいます？あ、ご存知、さすが兵庫県なんで、ご存知じゃない方もおいでです。あ、東京からおいでです。ということで、はい、これを機に、カバタンってどういうのだ。でも私もこう、エセ神戸市民なので、わかるようでわからないんですけど、便利なね、Google 先生が何でも教えてくれる。Google 先生が何でも教えてくれる。検索してください。皆さんそれぞれ検索の他に何かこう、誰かさん、わかるようなあれってありますかね。 Google 検索さん、あ、ちょっとグーグル立ち上げます。はい、グーグル立ち上げます。女子高生プロ、趣味はミニモーション。今日ずっとこういう感じで話終わらないと思いますので、もう皆さんそこは手前で。ちょっと待ってくださいね。ハバタンっていうのは、あれですね、国体の時に作られたキャラクター。そうですね。出たの2004年ぐらいなの、ほんと10年ぐらい前、はい、10年ぐらい前に。で、これ、カバタンは何名の中から選ばれたデザインですか？3000通ぐらい。うん、今も兵庫県にいるとあらゆる場所にカバタンが出てきますので、新しいやつも売ってるんで、またあ、ニューカバタンが、そうです、デザイン若干変わってて、みんなワルタン見たことないし、みんなワルタン、今日のワルタン見たことある人って、あ、ぼちぼちぼちっとは、うん、ワルタン、やっぱね、デザイナーさんなんで書いてきてくださいました。これね、ワルタンですよね。あれ、ちょっと違います。違いますかね。悪いな、それは。これ、うまっ。うまい、うまいね、うまい、うまい。これ書いた北根さん、どちらが書かれた？こちらのデザイナーの方で、後で1000円で売ります。キスマーク付きでね。で、え、そうなんですか。あ、はい、やっときましょう。はい、というというですね、で、はい、ハバタンを、ハバタンをね、まだお分かりにならないと思います。あ、まずどうぞどうぞお座りください。ハバタンパケモンで、うん、あ、見てくださいこれ。皆さん、ハバタン、ハバタンが素で真っ白で描いてくれると思ったら点線描いてます。本当にデザインしたんですかね。プロなんで、ここに描きます。ああ、めちゃめちゃこうね、子供が描いても描けるようになぞったら、はい、そうです。番号振ってありますよ、123、4、5って。そうです、うん、デザイナーさんです。デザイナーやっぱ違うな。最近ですね、ピタパーのキャラクターのピタマル、ピタマル、はい、とかポッキーのキャラクターなんかもデザインされている方です。実はまあまあ頑張ってる。まあ頑張ってできましたか。皆さん、これがハバタンです。兵庫県公式キャラクター。偽物？点線通り書いてある。結構ちょっとひげの剃り跡あるこうドラえもん。これも後で1000円で。1000円でね。サインを入れるんで。はい、お願いします。ハバタン。書けます？そうですね。このハバタンを書いていらっしゃる間に普段何をされているかというと、三宮のセンター街に一つものづくりの拠点ともなっているような T シャツを着ているお店がありまして、そちらの方に、あ、先生、
ど何出てくるのかなというわけで、ハーバタンが出て、みんなハーバタンって呼んでみていいですか？いやねん、せーの心、少女の心でね。じゃあ大人だけ、大人がやるから、せーの、ハーバタン。おちゃんと書けるんですよ、ね、書けるんです。頑張ったら、頑張ったら書いてくれますもん。そしてもうあの知名度が圧倒的に低いワルタンの方持って持って持って仲良しやで言うと、撮影どうぞどうぞキャメラマンの皆さんも前の方に来ていただいて撮影をぜひよかったら、まあ、待ち受けに待ち受けに、おさおさ、イエーイ、それを動画で撮ってるってわけわかんない状況になってますけど、はい、あの動画であの倍にで上げといてください撮った方はあと200円ずつ調子もう本当にこうやってね、あの支援を被災地していこうって、違う、他の音ですね。で、あのでワルタンはじゃあ一体どういうのかというのは、さらにね、あの知名度が低いので、これも今こうやって教えていただける感じ。そうですね、先ほどこれね、ただね、知名度は低いといっても、あのフェイスブックのいいねの数を比べてみるとものすごいことになっていて、ハバタの4倍ぐらいかな。そうですね、ワルタの方がいいねがついてます。5500ぐらい、5500、うんうん、で一回そのニュース記事を書くと、はい、何どのぐらい、だいたい、3000人ぐらいが見てもらえる。あ、先ほどその最初はフェイスブックから始まったという話もあったんですけども、ちょっと戻りまして、あのどうしてそのいい方のキャラクターの、はい、はい、ハバタンが生まれたきっかけをまず伺いたいと思うんですけど、はもともとは国体のキャラクターだったんですけども、うん、でそれが生まれるきっかけっていうのは僕も被災しまして、でこれはあの神戸の方の震災ってことですね。当時23歳ぐらいですね。でその時に、一人暮らしをしてたんですけど、石屋川っていうところで住んでたんですね。でそこの駅前に住んでたんですけど、駅が倒壊してきて、うん、なんでそこ借りてたかって言ったら、音楽鳴って走ってても間に合うぐらいの距離やったんですよ。なるほどね、駅の真ん前ダッカーって走って、でも、うん、震災後こうすごい大人、どうにか生き延びたんですけど、石屋のあたり、私もその頃東京にいて全然知らないんですけども、はい、あのあたりっていうのはどういう感じだったんですか？そこはあの激震区だったんで、はい、もうやっぱり倒壊した建物がめっちゃ多いんですよ。でまさかの駅が倒壊してきて、駅倒壊の方向が僕住んでるマンション側にガーンとこう、はい、でこうドア開けたらもうそこホームになってて、でもうさっきはあの走っていける距離だったんですけど、うん、もうドア開けたらなんかどこでもドアみたいな、えっ、ー、ってなって、ホームって、めちゃめちゃでもそれ危ないでしょ。でもガスの匂いすごいしてて、そうですか。でそういう経験しながら、うんうん、周り出ると、うん、あのどんな風になった倒壊した、はい、で亡くなった方もすごく多くて、そうなんですね。そういう、そういうことをずっと見てて、はい、で、いろんな方にも支援されてたんで、その恩返しできるタイミングっていうのがどっかないかなっていうのはずっと、はい、死ぬまで何かをこう恩返しできたらなっていうのは思ってたんですけど、できることってなんかお絵かきしたりとか、なんかそういうものを作ったりとかっていうことしか、はい、その時浮かばなくて、で工房があったの、兵庫県の国体のキャラクターを募集してるっていう、はい、それで作ったのがあのキャラクターで、こう、あれはひよこ？あれはね、フェニックス。あ、はい、今じゃあ、あの、ハバタの方の絵にしていただいていいですか？フェニックス。黄色いですもんね。そうです。これは白ですけどね。はい。あ、でも、こんな感じですよね。こう、パーってなってね。これが、黄色っていうのは、フェニックスなんですけど、うん、はい、僕が思ってるフェニックスのイメージっていうのは、死なない鳥じゃなくて、死ぬんですね。で死んでも、その、燃えかすじゃないけど、灰の中からまた復活するっていう、あ、はい、それがまあ兵庫県のこの時のイメージと被ってフェニックスっていうの、何度でも復活して生まれ変わって、 あとこれ黄色になってるのは、うん、やっぱり生まれたての鳥でみんながこうイメージしやすいのってひよこだったんですよ、ね、うん、で黄色っていう、そのキャラクターに黄色い色をつけました、うん、
すごくいい話で、ここからこうなぜワルタンが出てくるのかっていう話なんですけど、ワルタンが生まれたきっかけっていうのもやっぱり震災、もう一つの方の震災。そうですね、もともとちょっとハバタンを使って支援できないかということを、はい、東日本の大震災の後で、じゃなくて、そうです、まあ、日常的にいろんなところで地震があったり、いろんな災害があって、はい、その都度いろんな方が被害を受けていく状況を見てて、はい、でそういうことが、まあ、今後日本ではどんどんまた起こりうるなっていうのがあったんですよ、うんうん、でハバタンのグッズの中にそういう基金が入れれないかということをちょっと相談してたんですけども、はい、なかなかやっぱりお金を貯めるっていうのが難しくて、ああそういうそのパブリックな、そうです、はい、でそれをやろうと思ってもすごい障害っていうか、まあやろうと思うとすごい時間がかかったり、いろんな人の手を借りないとダメっていうことが分かって、うん、じゃあもう自分たちでやるしかないなっていうことが一つのきっかけになって、はい、その時にちょうど東日本の震災があって、はい、でなんでもっと早くできなかったのかなっていうのがあって、それを早急に進めようとしてできたのがワルタン。おかしいでしょ、いいことはもう一回じゃあこんな明るいダっていうキャラクターでもいいのに、なぜワルタンだったのかっていうの、ワルタンはもう一人で始められた、一番最初はもともとワルタンのイメージは三宮センター街で僕いたずらするために作ろうと思ってたんですよ、はい、あ、もともとそうなのね、できたらそういうこともやりたいなっていうイメージがあって、はい、その時何もやってなかったんですよ、うん、で構想をするのにもやっぱりそことどうにか結びつけてって、はい、さっきのお話の話で言うと、うん、そこと結びつけてこのいたずらをしながら何かできないかっていう、なんでいたずらさせたかった、真面目にいろんなことを支援しようとしても、うん、本当に面白くないと思うんですよ、まあね、赤い羽つけられてもね、なんかねいいんだろうけどなみたいなね、でそれで、はい、やるんだったらこう面白く継続できることで、そこに参加する人たちが、うん、参加させられてるじゃなくてやらされてるじゃなくて、はい、やりたくなる、うん、他何なのかなと思ったら、多分皆さんね小さい時も経験あると思うんですけど、うん、いたずらって多分ワクワクすると思うんですよ、うん、膝かっくんとかでもいいですし、やりますね、なんかそういうことってちっちゃい時みんなやってるんですよ、でもそれがこう原動力になって、うん、楽しいことで、うん、何かこう支援が続くとかっていうことができたら多分最高じゃないですか、ね、続くっていうのが多分ポイントで、私も東日本大震災の後にママ友支援っていうのを始めたんですけど、うん、1回2回はパッと声上げたらみんな、あ、いいことしようと思ってドンと力を貸してくれて大きな力になるんですけど、3回4回がいかないんですよね、みんなもうやった感もある、ちょっと募金の話もしてたんですけど、同じ東日本大震災、まあ何か他のことでもいいけど、募金がこう何箇所かに出ると一箇所目に置いたらもう終わったと思って次は行かないんですよね。そうですね。それだとやっぱり続かない。続けるのが大事だと思う。そうそう。うん、さっきの話出たんですけど、はい、ワルタン絶対やらないのは僕、募金活動も絶対やらないって決めてますね。なんでかっていうと、まあセンター街でいうと1丁目、2丁目、3丁目に募金箱持ってる人がいると、1丁目で募金したい人500円入れました。2丁目に行った時絶対入れないんですよ。500円絶対入れないんです。うん、で3丁目にでまた募金箱持ってる人を見るとね、イラってくる人がいるかもしれないです。えって。で、それが、初めの頃はいいんですけど、それ1ヶ月経ちました、2ヶ月経ちましたってなると、1丁目に立ってる人たちに対しても、嫌悪感を持つ人たちがどんどん出るわけです。まだやってんのとか、うん。まだやってんのって結構ありますよね。またかとか、もうそれはいいよみたいなね。そうなんですよ。で、その人たちの中でも、1回やることで終わってしまってるの、その支援に対して、うんうん。そこで終わっちゃってると、次も続かないんで、うん、こう継続しようとしてもその事業自体も成り立たないし、うん、っていうことがこう目に見えてたんで、それは絶対やらさない。継続が必要だと思ったのはご自身が支援されてきた経験もあってというのはありますか？そうですね、あとやっぱり、うん、日本だけじゃないですけど世界的にいろんな支援を受けないと生きていけない人たちとか、うん、やっぱり支援受けた方がすごくいろんなことがこうスムーズに進むことっていっぱいあると思うんですよ、うん、それは震災だけに限らずにいろんなところ本当にいっぱいあって、それ全部やろうと思うと多分無理なんですね、一個の時の事業で、うん、でさっきみたいにこれ募金しました募金しました募金しました、これも無理なんですよ、うん、そういうことを継続しようとするとこのずっとそんな感じのなんかもう楽し自分からこういける感じを楽しんでいける感じにしようというので、その悪いキャラクターをいたずらのキャラクターをまず一人で描かれた、
最初僕が書いて、Facebook で、でそれもあの公開してなかったんですよ、友達だけにしてて。あ、そうなんですか。で、まあ、まずどんな反応があるかなというのを受けて、で案外いろんないい反応を受けることができたんで、ちょっと展開をもうちょっとこうできないかなっていうので、であのまあ、お店やってるんですけども、お店休むときにいつもあの休む理由を考えてるんですね。お腹が痛いから休みますとか、あのパトラッシュ疲れたよとかそういう、あの大人がそれで休んじゃダメでしょみたいな理由で休むことにしてるんですよ。でも人生いたずらしくそうなんですよ、はい、でそういう風にやって、それの延長をちょっとやりたいなって言って、あのその時にあの仲間を探しに行きますって、ちょっとワンピースっぽくって書いたら、あのこうちゃんっていう知人がいて、はい、仲間に乗るよ、そんな声なんですね。仲間に乗るよ、乗るよ。そこからちょっとあのもうちょっと具体的な動きになるきっかけがそうですね。それもいたずらから始まったんで、適当な。じゃあ、こうちゃんが仲間を連れて、仲間をガサッと連れて、ガサッと、どれぐらい、40、50人ぐらい、ずいぶん連れてきましたね。すっごいところでみんなで来た。ガサッと集まって、もうそれでワルタンのプロジェクトとして始まるきっかけになったんです。でこのままずっと話が続いて、隣にいる北出さんは一切喋らないで終わるっていう今日は構成なんですけど、あのそれで1年ほどされて、まあでもやっぱりこう皆さん本業も終わりの中でそのプロジェクトをやっていくっていうのがなかなか難しいかなっていうところで北出さんが入られるんですけど、北出さんはですね、あのこう見えて岡本商店街と、まあ阪急岡本のところの、商店街の理事を14年されていた、当たってますか。はい、メガネ屋さんをされてたメガネ屋さんですよね。はい、メガネ屋さん、はい、人の話をちゃんと聞いて、はい、メガネ屋さんで、ね、お絵描きしようか。あ、そうそう、あの僕はお絵描きしといてね。ですね、僕の番です。はい、ターンで、もうね、やっぱりきっかけ、東日本の大震災があって、こうバッと生き方を変えられるという感じなんですかね。やっぱりね、まあ、すっごいその 3.11 の日に、くったらない話をずっとしたんですよ。はい、で、お客さんと話してる時に、メガネ屋さんの中でお客さんと話してる時に、あれ、それさん、テレビ見て、何って見たら、その千葉のコンビナートがドゥワーッて火の海になってくる、あの映像を、まあ岡本で見てたんですよ。でそしたら今度ね、もうそこからずっとネットチェックですよ。もうあのツイッターで、女の子を助けてって言ってないから、もうそれをチェックしにこうやって、笑っていいところです、はい、大丈夫分かりにくいから、でその東京の女の子に大丈夫って、まあ、すっごいこうパニックってる様子とかがどんどん入ってくるんですよ。でやってると今度福島でバーンですよ、でそこからもうずっとあの東電の記者会見を、ニコニコ生放送でずーっと見てるんですよ。で、まあそういうのを見てると、だんだんこう、まあいや僕って電気使っていいのかなってすごい思ったんですね。で電気使うことイコール悪で、まあその当時すごい流行ってたのが、まあ、ちょっとファミリーマートとかでもちょっと電気落として営業しよう、節電ブーム出ましたね。なんか肉の色が悪く見えるかとかっていうのスーパーでも、ね、だからそれを、まあ、僕もその岡本でやってたんですよ、で、岡本でやってって、でまあまあやってたらすごい疑問に思って、これって僕が営業してる、で僕が家族を食べさせなきゃいけない、まあまあこれってエゴだねと、究極に考えたエゴだね。で僕がその10年15年続けた店って何の意味があるんだろうと、この人たちはすっごい目に遭ってると、福島の人たち、まあ宮城の人たちも、みんなすごい目に遭っ
うん、まあ、自分の原因じゃなくてあって、うん、そうした時に、うん、僕ってこのままこんなことやってていいのかなって究極に考えた時に、うん、あ、店閉めよう。で、まあ、うちの親が、まあ、一応その、うん、服部メガネってそこでメガネやってるもんですから、元町の大丸の大丸の向かいにある古いメガネ屋さんなんですけど、はい、もうだいぶみんなから忘れ去られそうなメガネ屋さんですよね。まあそこに僕が帰って、で、まあ、岡本のお客さんにはすごい悪いんだけど、その人たちにはその、まあ、店に来れない人たちっていうのには、あの、僕が家まで行こうと。だから僕だから、そのお客さんも、あの、僕の顔を覚えてくれてる間はピンポンって鳴らしても不審者に思わないから、うん、でもみんな受け入れてくれる、よく来てくれた、ありがとう。そうよね。で、あの、今までそのエゴだって言ってたけど、じゃあ自分が物を売るのに、例えば一般家庭だったら使わないようなところ、電気をバリ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 、まあ、原発も使わなきゃいけないような電気を使ったお店をし、しかも物を、自分が売るものを買うためにお客さんにお店まで来てもらうっていうのがもうエゴじゃないか。行けばいい、自分が売りに行けばいいと、お店もなくして。すごいですよね、本当にすごいなと。で、それで本当にお店を畳まれて、うん、2011年にも畳まれたんです。2012年に畳まれた。1年間ずっと東電の東電ウォッチャー。ああ、そっかそっか。だから僕はあの結構あの炉の中の絵とか描けます。デザインじゃなくても描ける。はい、あの、東電の説明できます。はい、漏れてません。漏れてません。アンダーコントロールみたいなね。それをずっと、それでもお店も畳まれて、で、その時に伺ったんですけどね、それがちょうど40歳になる頃。で、あの、これから人生3分の1ずつにちょっと分けて考えようと思われた。それ先に言わせていただくと、その3分の1の1つが家族、もう1つがそのお店、そのね、食べていくための商売、もう1つがもうボランティア、3分の1ずつ時間を使っていこうということなんです。自分の時間、生きている時間をできれば、だから僕はその店をやるためにもうほとんど 100% の力を持って、うん、店をやってたし、それに対して家族もまあまあ、うん、あの、犠牲にもしてたし、うんうん、で考えた時に 40になりました、子供が小学校、まあ、下の子も上がりましたってなった時に、うん、やっぱりこう父親の背中を見せた方がいいなと、生き様を見せた方がいいなと、うん、思った時に、うん、まあ、家族も大切、家族にも時間使う、うんうん、で、しかもあの、人にボランティアに、うん、いや、今までやってこなかった部分っていうのをやってみたいなって、うん、で、はい、あの、もう次いきますけど、ちょっと巻かなきゃいけないですね。であの、三宮で、あの、三宮のパイ山の中心であのグリーンバードって、あの、ゴミ拾いの、うん、あの、ボランティア活動なんですかね。ボランティアで、あの、うん、ゴミ拾うだけなんですけど、はい、で、みんなでゴミ拾って、うん、うわーって言って、あの、まあ、イベントのようにゴミ拾うっていうやつを前、第2第4月曜日にの、まあ、7時ぐらいからやってる、夜にやってるんです、うん、で、まあ、それに、まあ、あの、僕が、まあ、そういうボランティアやってみたいなと思った時にちょうどその話がやってきて、で、そこに行ってたらその仲間集めをしているこうちゃんに、うん、はい、あの、ハントされた。なるほど、うん、そこで、だから、もうそこまではほとんどそのフェイスブックで、まあ、大体その友達みたいなところで、うん、まあまあし、まあ、そこで片目では見えてたけど、うん、こう重ならなかった2人が、うん、重なった。で、そのちょうどワルタムプロジェクトの方も、あの、北出さんはそういうことで14年間あの自分のお店もやっていて、商店街の理事もされていてっていうことで、マネジメントっていうのが非常に、まあ、得意というか、まあ、得意でいいですよね、さでいらっしゃるので、まあ、人を丸め込む、そうですね、お顔も丸くて、はい、いやいや、そんなこと言わない。なので、あの、ちょうどやっぱりワルタムプロジェクトっていうのが最初全員からドンと始まった、4、50人集まった、でも専属でというか、こう本気で、まあ、本気でって言ったらいいのかな、事業としてやっぱり成り立たせる人がいないっていうところで、そのマネジメントの役として
抜擢され、ね、そこからもお二人でちょっと進められている感じ。まあ、企画等々は多いですね。ここで話して動かすのが、うん、今で、ある程度固まったらみんな集まってもらってどうするっていう、はい、うん、素案を作るのは、はい、で今そのこうワルタンが何をしているかっていうのをぜひあの、まあね、あのアウトラインを教えていただきたいんですけど、ワルタン、あ、まあ気づかなかったさっき言ってたじゃん、まあ、こんなところに言われた、これがワルタン、まあね、あの今日、まあ、ワルタンもなかなかお忙しいということでこちらにちっちゃい子がいらっしゃいますけれども、はい、今回が来たらよかったので、なかなかちょっと忙しくて、はい、あのワルタンの活動を今どういうことをされているんですか。まあ、簡単にこんな感じで、あだからそれこれだからその自分の仕事もやりながらこれもやるよっていう、そう、まあ、それをこのまま書いてくれた感じですね。今日楽しいですね、ちゃんとこうやって、ね、素晴らしいですね、はい、普通だってここにあのこう写真とか写してこう活動とかやる、ね、やっぱり紙芝居をこう、うん、紙芝居がある、まあ、今やってる活動っていうのは、はい、月一で東北の支援というか、まあ、支援っていうことでもないんですけど、ワルタンが向こうに行って子供たちと遊んだり、仮設住宅にお伺いして、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんと遊んだり。目的は支援とは違って、その東北の支援のためではないって先ほどおっしゃってましたね。実際にあのワルタン作った目的なんで、東北の支援をしようというのがあの根本的な目的じゃなくて、子供たちの笑顔を作ろうというのがワルタンプロジェクト のコアにある目的なんです、うん、でなぜ子どもたちの笑顔かというと、子どもたちが笑顔になるとその周りの大人たちも多分笑顔になると思う、僕は。でその大人が笑顔になる社会は多分子どもたちがもっともっと笑顔になれる社会じゃないってなると、笑顔の連鎖っていうのをどんどんどん作ることによって社会もどん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 良くなっていくんじゃないか。でそれによって困ってる人たちもこう何か支援ができたりっていうことができないかっていうのがそもそものワルタンの活動のコンセプトなんですよ。で今東北の支援やってるのは、まあ、震災後、まあ、一番笑顔、子どもたちの笑顔が少ないのが東北じゃないのっていうところから東北の支援を今やってます、うん、月に1回、あの11日に活動されて、そうですね、12日に今、うん、他の、ラブホー日本っていう、はい、キャンドル・ジュンさんが活動してる、あの広末涼子の旦那です、うん、広末涼子、ね、みんな知ってますよね、すごいで、うん、まあ、そこその団体と一緒にいろんなところに支援を今、うん、させていただいてて、基本そこがあのいろんな仮設住宅とか学校とか、うん、幼稚園とか保育所とか、うん、そういうところに行くことが多いんで、そこに同行させてもらって出るっていう。これがね、あのこの間もちょっと打ち合わせの時に伺ったんですけど、ワルタン、まあ、たまに神戸でも、まあ 東神戸マラソンの時に出たり、何かの時にパッと出たりとかして人気あるかなと思ってたけど、そこそこみんな反応冷たいらしいんですね。それが東北では、うん、やっぱり大歓迎されることが多い。だってまあ毎月同じ、ね、日にそうやってくる、ずっと何回とかで今数えてらっしゃいます。もうだから3月、去年の3月11日から月に1回ずつ、あれですか、1,2,3,4、たくさん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 、数えられない人ですからね、しょうがないもんね、たくさんね行ってるんですよ。だからこの本当にね、これだけ継続してるっていうのはものすごいことだと思うんですよ。あの震災後みんなちょっとパッと思いついてじゃないけど、あの時赤十字にもね、バッと募金が行って、どれだけ残ってるかって本当にパーセントあるかないかぐらいだと思うんですね、これだけコンスタントに活動を続けている。でその一つはその成功、もう成功してると言っていいと思います。あの一つはキャラクター設定であって、もう一つがその仕組みだと思うんですね。でキャラクター設定の方から伺いたいんですけども、ここにおりますが、はい、あのまあちょっと引きつり笑いのような感じで、ね、企んでるんですね。いつもこう口癖がクククなんです。ここら辺にした理由っていうのは、引きつり笑いにした理由っていうのは、いたずらをするためにいつも企んでるんで、うん、そういう顔にしてます。なるほどですね、はい、であの丸い
結構あのワルタン珍しく抱きつけるキャラクター。そうですね、という、まあ、あのモフモフしてるんで、モフモフ、何の警戒心もなく子供たちがガーッてきます。その点は最初からあの考えられて。そうですね、着ぐるみ自体が、うん、まあ、そういう要素があって、うん、あの何の警戒心もなく、うん、あの近づいていく人がいるんですよ、ね、もしこれが北谷ちゃんがこう立ってて、あさあおいでって言ったらまあまあ行きますから。警戒しかないですね。来ないさ、来てくれないさ、ね、43の親父にはなかなかね、匂いとか、ね、そう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 、ちょっと、ちょっとね、天ぷら油の匂いするとか言われますからね。そういうこともあってあの、まあ、キャラクターに関しては、うん、あの知ってるキャラクター知らないキャラクター、まあ、いろいろあると思うんですけども、はい、基本丸っこ丸っこいキャラクターに関しては、まあ、子供さんとか、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちが寄ってきたりとか、うん、あと写真、写メ撮るために写真いっぱい撮ってくれるっていうのが、あ、なるほどね。その距離は、うん、あのキャラクター特有やと思うんですね。うん、うん、そうですね、うん、そういう、まあ、ヒーローも多く抱きつくかって多分抱きつかないと思うんで、あ、なんとかレンジャーに抱きつかないでしょ、うん、うん、まあ、そういう感じ。プリキュアとかにも抱きつかないでしょ。そうだ、確かに、うん、プリキュアに僕が抱きついたら本当に止められます。そうですね、また捕まります。ああ、またとか言っちゃった。またまたです。僕ちゃんとあの前科はないので、そう、あのワルタの代わりにバーコられてる人なので、はいはい、出頭する人で、ここのこう手のあたりもちゃんとジュリヨング的になっていて、こう私の中でお眠りなさい的な、こう、ね、あ、みんな私の歌声に聞こえ静かになっちゃいましたけど知らない人が多いんじゃないですか。ああ、そうかな。いや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 、ね、目合わせないですけどね。そう、そういうやっぱりこう抱きしめるっていうのを、そうです、まあ、抱きしめることが目的じゃなくて、もそもそもこれ鳥なんで、あ、そこ、そうです、はい、あ、じゃあ深読みしすぎたで、これ背中にファスナーついてるんですよ。さっきも言ったけど着ぐるみっていうのも、これは着ぐるみだよ。そうです、あの着ぐるみっていうか、あの、うん、ちょっとタブーを犯した方がいいかなと思って、あの着ぐるみ界では絶対当てにならない、ね、ファスナーね。だからこれ行くと、うん、結構大人の人の方が顔引きつってるんですけど、入ってますよ、入ってますよ、ここだって開くんだよ、これこだわ、細部にこだわってますよね。もうスタートそこですからね、開いてるところから始まってますから。あ、そこが最初、最初書き始めた開いてる、そう、だからもうずっと開いてるんですよ、だらしなく社会の裏窓的な感じですね。あの大人だったらまあまあ捕まってるかもしれないです。そうですよね、人間の大人だったら、うん、これをでもやっぱりここが大事だったんですね。そうなんですよ、もともとキャラクター設定が黒なんで、黒のイメージってあんま世の中でいいイメージないと思うんですよ。そう、さっきのハバタンはあの不死鳥というのありましたけど、はい、ワルタンは、ワルタンは始祖鳥っていう、まあ、本当、うん、本人はあの暗黒鳥っていう、本人は、本人はワルタン本人は暗黒鳥っていう、うん、はい、設定になってるんですけど、始祖鳥に、始祖鳥なんですよ。だから爪が生えてるんですよ。あー、なるほどね。ハバタンにはあの生えてない、うんうん、デザインがちょっと似てるんですけど、うん、違う、全然別物なんで。全然別物ですよね。だからこの、ダメだよ、でもここにあの県の職員って、そうあの行政に止められたから。ダメです。なんででもね、よかれっていうために作ったキャラクターでのね、その CM、ね、全然違うじゃないですか。全然違いますね。皆さんごっちゃにはしますね。ここ見てくださいね。これとこれ、もう全然違う。全然違います、ね。もしこれの見分けがあまりつかない方は目が悪いんで、期待とかメガネ。そうだ、メガネ。ぜひあのハットにメガネ。このまあキャラクターグッズの売り上げっていうのが、その募金はしていないけれども活動を、そうですね、グッズの中にその活動するための資金群が含まれてまして、それはまあ皆さんにはいくら入ってるかっていうのは見えないの、まあ結構な額、はい、このあたりの仕組みも北出さんがずっと整えられたという感じですかね。女の人が来たから、そう、あのまあ、この募金、あの活動として募金はしないけれども、キャラクターグッズの例えば売り上げがいくらか活動の資金になっていくとかっていう、そういう全体のまあ構成マネジメントを北出さんがされている。まあ、大体 あとそのグッズ担当がいるんですよ、ちゃんと、はい、あの、うん、お金の、お金のその稼ぐところは、うんうん、で僕はあのみんなからこうカツアゲしてくれる役なんで、なるほど、全体のお金を僕が持ってくるっていう、うん、何かを
だから例えば東北に行きますよ、でお金いりますよって言った時に、うん、ちょっとすいません、こんだけ足りないんでちょっとくださいって僕が行く、うん、はい、まあ、係で、うん、で大きくはグッズの、まあ、担当がいて、うん、でそのキャラクターの、うん、そのまあキャラクターのことは僕が口出したら怒られるんですよ、喧嘩の一部なんですけど、結構俺、あ、いや、ちくわ悪ったもん、そんなキャラクターじゃないですよってすごい怒るんですよ、先生ですから、ね、で僕はだからここまではやってくれないと、うん、宣伝としてダメだよとか、一応ここまではちょっとそのアーティストの部分を曲げてとか、うんうん、それをお願いする役目。二人は普段仲良く活動する、仲悪いですよ、仲悪い、チカチカ、昨日も1時半までも喧嘩してました。メッセンジャーせいじゃないですか、結構スマホへっんじゃう感じの30分フェイスブックのメッセンジャー、うん、夜中の1時半ですよ、それずっと2人でこの43のおっさんがやり合いしてるんです、どりで時間オンラインになってたもんね、そうそうそうね、やり取りしてたもんね、起きてた、そうそれはこう、なんだろう、でもその2人がぶつかっていくことで今の形ができている、そうですね、そのイメージを共有していくっていうのが一番大切なんで、うん、だからある程度同じビジョンを見ようと、うん、僕が考えるワルタンプロジェクトはこうだよと、はい、で東北の支援はこうだよっていうのが僕から見たのはあって、うん、で順坊さんは順坊さんで、はい、キャラクターから見た、いやそれはちょっとワルタンとしてはなしだなと、うんうん、そういうのを、まあ、2人でこうイメージを、まあ、共有して、うん、ちょっとずれていく、でももともとそのこうずれているのを許容するために設定も、そう、もともとは、うん、じゃあ多分これ夫婦だったら、うん、なんで私の言ってることもう聞いてないのみたいな、うん、あなたいつも靴下がみたいな、 そんな感じ、そうそう、靴下は揃えなさい、うん、裏返して出しちゃダメよっていうところが、僕は別に裏返しても別にいいよみたいな、そもそもあれなんですよ、デザインと、はい、ワルタンプロジェクトっていうのは別物で、でワルタン特に世の中でいいことをするキャラクターではないんですよ、まあ、会ったことある方は、はい、足踏まれたりとか体当たりとか普段こうキャラクターにあるまじき行動をやるわけなんですよ、で女の子いたらお尻触るしそんなこともするのね、でそれもキャラクター設定されるんですか、はい、でいやそんな教えてないですよ、で本人がね、うん、そうです、そうなっちゃってるんですね、で、うん、写真撮るからこっち向いてって普段キャラクターってみんなポーズ撮ってくれたりする、うん、本来ワルタンっていうのは別にそういうそれをするために本当にそこに存在してるやつなんで、うん、ポーズ撮るときもあれば撮らないときもあって、これもオフィシャルで出てるのも後ろ姿ですよねそう、背中しか見せてない、背中しか見せてない、 Facebook に関してはもう顔が出ない、うん、どんな状況も、あ、これもちょっと後ろ向けちゃうかな、あ、どうか、やれちゃった、うん、で、そういうことがあって、うん、で、そもそもそのちょっとずつちょっとずつ集めて大きい支援をやりたかったんですね、僕は、あ、もう一気にドーンというのではなくって、あ、そうですね、はい、で、そのグッズを作るにしてもキャラクターグッズを作りましょうってなった時に、僕もデザインフィーをもらうと、うん、でロイヤリティももらえます、もちろん、うん、でただそれをちょっと我慢します、うん、本来もらってたやつじゃあ 1% 削ります、うん、じゃあグッズ作るところで製造業者は、うん、じゃあ本来はこれぐらいもらわないとダメですけどちょっとだけ我慢します、うん、で次流通乗せて販売する時も、うん、販売する時も、うん、ちょっと普通よりも高めに値段設定、うんうん、ちょっと我慢します、でちょっとずつがこう合わさることで一つの大きいことができるんじゃないかなって思って、うん、だから今の流通ではなかなかそれができなくて、うん、で、まあ決まったパーセンテージをワルタにかけるって形になってしまってるんですけども、うん、そうなんですね、ずっとねそれをやり取りやってて1年ぐらいグッズの開発とかが、まあ、時間かかってて、うん、でその集まったお金を使う場所がワルタンプロジェクトなんですよ、うん、本来は、うん、でそこがちょっといろいろこう近づきすぎて、うん、喧嘩したりとか、うん、喧嘩したりとか、喧嘩したりとか、喧嘩でもまあそれでもで、うん、餃子を食べたり、餃子を食べたり、毎日餃子を食べたりとか、5回に1回が餃子みたいな、うん、で、で、そういう話をしながら、うん、じゃあ実際それどう使うとかっていう話をやってるってわけ、うん、で本来その集まった
基金に関しても100万円集まりましたって100万円を寄付するのが一番楽だと思うんですね。そうですよね。でも使われ方もわからないし、でもう一つね、僕そこに仕組みを入れたくて、今ワルタンが言ってるっていうのも、それを木田ちゃんに言って実行してもらってるんですけども、100万円あったら100万円分これでいったら何かイベントしましょう、じゃあ多分100万円の効果しか出ないんですよ。でも そこの地域の人たちにちょっとだけ協力して、でちょっとだけ協力していったら100万円の効果で、あ、100万円でもしかしたら105人ぐらいの効果を出せるイベントが打てるかもしれない。で、105万や。105万。さすがちゃんとチームで。で、それで、要は、100万円っていうものをボンって形として物を上げてしまうと、100万円分のことしかできないんですよ。だから僕は体験できるっていうことで、見に来てくれる方が多くなると、もしかしたらそれよりももっと多く効果があるかもしれないっていうので、仮設住宅行ったりとか、そういうことできないかなっていう話。それにね、100万円出して100万円だったらいいですけど、まあ、ちょっとね、ポッポ入れて、で、これ100万円って、どっちかというと80万円の仕事っていうふうに見られがちなんですよね。はい、僕らはもうそれを105万じゃなくて130万とかしたいなと、頑張ってマネジメントの人はもっと大きくなってますよ、話が。30% 増しです。30% 増し。まあ、多分自腹でこう入れてくれるんでしょうね。そうですね。さすがもうメガネのね、多分今ちょっとずつみんなが力を出せば大きな力になるって、そのちょっとずつっていうのが大事で、一回北出さんと話してた時に、そこで無理をしちゃうと、ソーシャル疲れって今みんなすごくしてないっていう話になったんですよね。そのあたりを伺ってよろしいですか。だからやっぱりそのフェイスブック見てて、なんかこの人充実してるよなとか、美味しいものいっぱい食べて、僕なんてね、ランチの写真撮るために泣きながらランチ食べてますからね。もうこんな毎日ハンバーグ食べたくないですよって思いながら、まあ、餃子とか ね毎日毎日チョ肉してますから、はい、もうだいぶもうこれね、貯めましたね、まあ、でやっぱりそういうこと、まあ、あるし、その、Facebook につながることによって、でもちょっとだけなんかいいことできたなって思える瞬間がその仲間に分けられたら、それはそれでいいなとか、それとかこのワルタンプロジェクトに入ってたからちょっとだけなんか仕事を紹介してもらえたとか、なんかこうそのつながりがあっても、大人のつながりだから、そういうのもあってもいいだろうなと、だからもしもこれに入ってなかったら、そのメガネも買ってくれなかったやろうし、とこの部分がなんかこう買ってくれたとか、それとかお客さんを紹介してくれたっていう、まあそれもちょっとずつの連鎖なんで、だからそういうことで、まあ、それをなんかこう ねプロモーションとしてこれをするじゃないんですよ ね、うん、だからメガネ売りたいからこれやってるっていうか、それよりはもう全然どっちかというと、うちの奥さんにはすごい怒られるぐらい、怒られてるんですね、何これ家に置いとかないでよみたいな。本当に奥さんはワルタンはあまり知らないですね。知らない。ワルタンに関わってる。すみません、家族って言いましたけど、僕子供といっぱい喋るんですけど、ちょっと動画回ってますよ、大丈夫、はい、奥さんとも喋ってますけど、そうですね、さっきね、喧嘩するときにご夫婦の例を出されたとか、さもありなむみたいなね。なるほど。生き物がやってることですからね、はい、本当にいろんなことがあります。で、そのキャラクター設定のときにさっきさーっと流れたんですけども、一度伺って、まあ、いろいろその設定も北出さんが入られて、また少しずつ変わられたりしてるんですよね。そう、あのとこにもワルタンが。キャラクターってあんまり変わってないです、多分。そうなんです。もともとはコンセプトは。先生は。ああ、そうです。先生のコンセプトは変わってません。僕の言い方が変わってます。なるほど。いいように言ってた。まあ、なんか、最初はちょいワル親父たちのゆるキャラみたいなのがこう、そうなんですね。だからやっぱりそのちょいワルっていう言葉が先行しすぎて、ちょいワルだったのがなんか悪い親父の集まりみたいな、本当に悪いやつらじゃないかっていうイメージがなんか一部行政に、あったりとか、そういうイメージもなんかちょっとつき始めてたんで、ハバタン様を作られた方なのに、だからハバタンをパクってワルタン作ったとか、まあそういう問題がいろいろ出てきたので、そうじゃなくて、で 僕のそのこの1年の作業っていうのは、そのちょいワル親父からの脱却っていうのが、まあ結構テーマで、もうそのワルタンはいたずらっ子だと、
うん、オルタンはいたずらっ子で、それより前、うん、周りにいる大人は、うん、いいやつばっかだぞ、うん、こんな ね、いいやつばっかですよねっていう、うん、っていうなんかしらっとしました、はい、もう、ね、うまいですよね、はい、そうでもだからちょいガルっていうイメージを持ってて僕は大丈夫だと思ってた。ただやってることがほんまに悪くなっちゃうとダメなんで、うん、やってることはいいことですもんね、うん、で、でやっぱりその候補ももう一つ、まあ、あの薄かったのでもうちょっと言おうかなと、うん、東北行ってますよ、うん、で月命日は出てますよっていうのをどんどん多分ね神戸にいらっしゃる方は知らないかもなと思うんですよね。その毎月月命日に東北に行っている行ってるんですよ、うん、僕たち本当に神戸ではいたずらしかしない。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。神戸ではずっといたずらばっかりなんです。出てくると、うんうん、なんかイベント呼んでいただいても、うん、舞台に上がって寝転んだりとか、うん、お客さんのこうお尻ばっかり向けれるとか、お尻ばっかりですね出てくるの。でそういうことしかやらないんですけども、まあ、そういうことをやってて、うん、こうアンチが出てくる可能性もすごい高いと思うんですね。なんだろうキャラって、嫌い嫌いでもいいんですよ、うん、どんどん嫌いになってくれてるんですよ。でもこのプロジェクトの裏側にあるものっていうのを知ってくれた時にその人たちも、うん、なんてバカなことをしてたんだって自分たちは、なんか悪たの悪口言ってごめんなさいっていう風になってくれればなと思って、泣いた子にみたいなね。そっか本当はこうみんなのためを思ってやってくれてたんやっていう、うん、まあ、それを前面に出すと面白くないキャラクターになってしまうんで、僕らはもうひたすらいたずらをやると、いたずらっていう名前で、うん、ないろんなことを展開して、微妙ならいいんでね、それ本当微妙な難しいんですよ、ね、この出し入れが。でもそこがこうその全員だ全員だお前ら手助けしろっていうのは楽だけど続かない。やっぱりその商品としてキャラクターとして事業として続けさせるためにもそこのハンドリングはしっかりしていかなきゃいけないという感じなんでしょうね。キャラクターはやっぱりそういうキャラクターで認知されていってグッズが出て、今まだグッズの展開がそんなに盛んになってないんですね。どこに売ってんのっていうのも多分知らない人も多いし、どっちかというとイベントに呼んでもらった方の方が資金分は、はい、だいたい5回ぐらい飲んでいただくと1回、東北に連れていけるぐらいのイメージで、もうこれ動画見てる皆さん5回読んだら東北に1回ですから、もう神戸で行ける数5倍にしたら、ね、向こうでも5倍になるから、うん、うわ頭いい、計算できる人ですね。うん、すごい自分でもびっくりしちゃった。僕ら全然そんなこと考えてない。マネジメントしてたのにね。いやいや私最初にワルタン見たのはシーパルスマっていうところに、はいはいはい、あって、あ、これはちょっと負けたな参ったなと思ったんですよ。日本ってとにかくそのさっきもありましたが原発の問題があった時にはみんなが暗くしようとか、もう周りの、ね、顔色を伺って突き出たことはしない。特にいいことをするんだったらもういいことしてますよ、赤い羽つけましょうかみたいなね、そこでこう赤い羽を頭に相手の頭に刺す人とかいないんですよね。被災地での子どもたち、まあ、大人も笑えなくなってるんですけども、笑えなかった、笑えなかった、うん、で5、6年多分心の底から本当に笑うことってあるのかなって思うぐらい。あ、そうですか。いや、笑うんですよ。でもそれって本当の笑いなのかなっていうのがあって、でもその笑うきっかけになるのも、僕は面白いことがあるから笑いなさいじゃ多分笑えないんですよ、うんうん、でもいたずらっていうきっかけで、多分いたずらってこう緊張してるところでもしみんな絶対笑ったらダメって言った時に一人おならプッてやるとクスって笑っちゃうと思うんですよ、うん、どんな緊張してる状況でも、うん、でそれでいいと思うんですね、最初のきっかけは。でそういうことが一回笑うと次はもうちょっと大きい笑い笑顔が生まれるんじゃないか、うん、っていうことがあって、うん、そういういたずらっていうのをコンセプトにして、うん、笑えない子供たちもいたずらに巻き込んで第1回目のちっちゃな笑いを作ろう、笑顔じゃなくてもいいんですよ。クスっていう笑うだけでもいいんですよ。でもこれも笑顔かって言われたらもう微妙ですもんね。でも、まあ、でもワルタンは笑顔じゃないんですよ、うん、企んでる顔なんで。ワルタンは企んでるって、はい、これとでも同じぐらいの笑いから始まってもいいじゃない。なでワルタンと一緒にいたずらを企んでなんかいたずらをしようっていうのが向こうに行ってる意味合いなんですね。そっか、いたずらを企むと楽しいから。そうなんですよ。で笑わせられるだけじゃなくてね。なるほど。だからいたずらっていうのが一つの、うん、で一生懸命ワルタンいたずらしてるところに子供たちは後ろからこうチャッカルをチャッカルしめたりそういう楽しみをいたずらをする。いやいやいや絶対楽しいよね。あ、聞いてないや。喋っていいよ喋っていいよ。
大丈夫、後ろからパス投げるの絶対楽しいよね。絶対やりたいじゃないですか。そうでもない、これこれこういうのピッシャーっていうの楽しい。おじちゃんの後ろにもついてるからちょっと今開けてついてないついてない、子供は賢いからね。いやでも本当に、うん、あの僕はやりたかったんですよ、その、はい、着ぐるみで、うん、ガーッて一回開けてみたかったんです。あ、僕がやりたかった、僕がいたずら的にやりたかったんですね。僕がやりたいってことは、うん、全世界の人がやりたいって僕勝手に思ってるんで、はい、だいぶ勘違いです、うん、開けたいはずなんですよ。でもそれは大人なんで、うん、やったらダメよの雰囲気を知ってるのと大人の事情を分かってる方が、うん、入ってるよって、だからさっきみたいになるんですよ、ね、でもそこを僕はちょっとぶち壊してくれ、うん、開けれるよ。で子供たちは一回開けたやつを僕ら、うん、あ、こう閉められるんですよ、大人たちって、うん、こうさって閉めていくんですよ。閉めていくんだ。大体閉めるのはね、大人なんです。なかったことにする、うん、さもなんか今年は常識が知ってます。でそうすると、うん、ひだりちゃん一緒に行ったら、うん、ガッて開ける。子供の方の役、開けたらどうなってるんですか。開けたらそれはあの実際見てるのが楽しみで。ああ、そうですね。あと実はあそこ広告枠になってまして、あのパカーンって開いたところが広告枠になってます。今回あの今回東北に行かせてもらったのは、そこの広告枠を販売して僕たちが向こうに実際行ってきたんですよ。そうなんですか。初めてあの、まあ、最初から言ってたんですけど、こんな、ね、こんなバカな広告出してくる、あの大切な広告の神戸デジタルラボさんに。そうなの。いや、もうなんか今これ聞いただけですごいファンじゃない。だってワルタンのパスさんのなんかこう開けるとパカッと開いたところにダーン出てくるんですよ。神戸デジタルラボ。あ、そうバカだね、本当にね。だからそこをちょっとこう売っていかないとダメなんです。ああ、そうですね。販売していかないと。あ、もしもし、まあ、ちょっと今違う。ごめんね。あ、ちょっとすいません。あ、おちょっと待ってよ。ちょっとすいません。あの電話があったんで。まあ湧いてますけど。湧いてますけど電話が。次ここでチョンボさんにさらに電話がかかってくるみたいな。はい。なんでなんですかね。ないですね。うん、私もないですね。むちゃくちゃな。ちょっと待って。うん。いたずら。はい。これカレーです。カレーのやつだ。ではない。なんですかね。ね、メガネが売れた報告じゃない。メガネ届けに今。メガネ届けに。生活するのも大変だからね。はい、ここよりもメガネを、うん。やっぱ生活っていうのが大変。はい、でもなんか本当に子供をこういつも大人がみんな笑わせよ、こっちがいいことをしてるんだから受け取れって一方的に押し付けるのはすごい多いと思うんですよね。特に善意でやってる場合にじゃなくって、別に自分も正しいことしてないから一緒に楽しもうぜっていう立場から寄り添ってくれるっていうのは本当にものすごく大事なことだし、あの今の日本にあんまりない、みんなが教えようとするからね、子供に正しいことを子供の方から、ね、引き出そうって一緒に遊ぶっていいんだよね。子供から子供を持ってるんですよ多分答えを、はい、それを大人が見つけられてなくて、大人は大人の答えがあって、うん、子供にこう当てはめようとしたら形が違うんですよ、うんうんうん、それを無理やりこうねじ込むから、子供はなんか、ってなっちゃう、うん、笑えない。あ、そうなんですね。で、子供あめっちゃ無理とか、でも、あそこ通らないので、皆さんちょっと気遣って中まで。だからもうちょっと、あこんなところに言われたら、あもう本当に今日来ないって言ってたのにもう。いや、
いやー、最近、あーごめん、一緒に泣いてた。ワルちゃんじゃないのかな。これ、板倉じゃないですよ。買い取りですよ。しかも今、店のもの3つくらいなくなったよ。いや、ないですよね。すごい、あの、これは、なんか、椅子とか、ちょっと真ん中、あれしましょうか。はい。いや、ワルちゃん、どこら辺に行ってますか。皆様どうぞどうぞ、次々にどうぞどうぞ。あ、ここもお店の方がこう9時ぐらいに大間違いですよ。ゆるキャラじゃなくて悪キャラ。一緒に本当に一方でそれがあの副市長のハバタンが生まれて、もう一個がまあ市長っていう形でワルタンがいると、そのこうやっぱり重みが全然違うなっていうのを今回改めて思いまして、であのそのハバタンはまあ本当に公式としてやっていけるもの、でもワルタンはきっと公式になっちゃいけなくて、公式になってしまうと、うん、あの稼が多くなりすぎて、はい、動きが止めなくなる、うん、だから僕ワルタンをイメージしてるのは、はい、本当大人 の,、うん、あのお父さんなんですね、うん、でだからさっきあの女の人大好き、お酒大好きっていうような設定がっていうのがあるのは、でも世界中みんながみんなそういうことね、はい、お父さんばっかりじゃないと思うんですけども、うん、でもそういう人たちが多く、うんうん、あの社会を動かしてる人たちだと思うんですよ、はいはい、でその大人たちがやることを面白おかしく、うん、しながら展開できないかなっていう、でもそういう大人になってほしいっていうことですね。めっちゃ連写してそうね、なんか大人がもうたまにはまあそっちの方で動けよっていう感じも、そんなことはない、そんなことはないです。だから僕、本当に重いことをやろうとすると、うん、頑張れっていうと頑張るのは何回かしか頑張れないんで、うん、頑張らなくてもできることがいいと思った、うんうん、それって多分好きなことはみんな頑張ってる意識ないじゃないですか、はい、でも周りから見たらすごい、うん、マラソンだって肩から見たらすごい頑張って走ってるねってなるかもしれない、うん、でもその人たちは好きで走ってる、うん、そういうことになっていったらいろんなことがもっともっと楽しく大きく、うんね、でいろんな人たち巻き込みながらできる、ひたすら頑張ってやらないんですもんね、いいですよ、続けられる、そうですよ、あもう続けられるっていうのがベースでがひたすらだったっていうのは本当によく分かった、ま、なんでしょうそれは。普段ポートタワーにしかないという、まあ、でも全然これあれなので本当にもうその気になればですけど、今日はあすごいなんか振りが終わってる、はい、あのご説明です、あのマネージメント担当の方、今回これあの10分いつも行くんだっけ、いつもは1個999円なんで高い、高くなってるやん、あその分はあの、はい、もしよかったら、はい、今日あれなんですか、1個1000円、あ、1個1000円でありがとうございます、これですね、まあこれでまあ本当に今はその使い方としては東北に月1回行くと、はい、あとそうですね、それと名称の子供たちの、本当に東北？あ、じゃないです、神戸とかで、あ、そうなの、知らなかった、で、うん、まあ、ワルタンプロジェクトで、まあ、依頼があった際に神戸のもう一つあのチャイルドケモハウスとかも、はい、チャイケモの支援とかもやってますよ、チャイルドケモハウスっていうのはあの先生からご説明いただいていいですか、はい、ここ公安にある、はい、あの小児がんの子どもたちとそのご家族が、うん、あの暮らしながら治療ができるというか、うん、まあ、今がいろいろ病院の室の横に、まあ、滞在しながらご家族と一緒にっていうことですね、はい、ファミリーで行きたい施設、あれ8億か9億かけてですね、ここの、うん、まあ、イベント等々に出してもらったりとか、それはあの、
ワルタンプロジェクトの方の基金で出しました。そういうことで、さっきの広告枠とか、グッズとかが売れると、うん、ここに、という感じでですね、あの今日はまあ最後に商品も、別にここは売りつけるあれではないんですけど、あります。これはもう確実に支援に来てあります。かどうかはこの2人の人柄を見て信じていられると、ただそう思ってください。もうこの後それ持ってガッシャって飲んでるかもしれない。でもそんないたずらもそれ2人じゃない。ね、あのもう話聞かれたと思いますけど、もともとの思いと、震災と原発あれだ、うん、店畳もうかっていうね、やっぱりこの本気、お二人とも本当に全く嘘なく続けてらっしゃる、それが、まあ、やっぱり持続する一番の要の思いであり、で形を作られているっていう、私、あの大好きで、多分これもね、さんっていうのを生んで続けているというのは、そう思う。そろそろテレビの、ね、関係者の方もね。ねあの僕のツムツムに出てこないかな。皆さん全ツムツムで動く。全方位的に爪でこう。全方位的にあのそのあたりもご協力。まあでもご協力いただければっていうか楽しければねっていう話だよね。楽しいのをもっともっと増やすと多分もっともっとできると思うんです。いいこともできるし。でも海外にちょっとワルタンのあれで井戸掘りに行きたいんで。あいいね。ワルタンの爪でね。ワルタンさん、あのサウジア炎天下にワルタンが2秒ぐらいしか持たないと。持つとか何なんですか。でもね、まあまあジャルアナの、あの壁があるんで。この間あれですよ。でもし、ね、原発もすぐ近くまで行ったんで。ワルタンね、あの3月11日前だった。そうです。3月の11日。原発まで 2.5 キロぐらいのところ。あ、そう。あの東阪自動車道が、はい、3月で開通になって、今まであの原発の付近っていうのが、うん、まあ、ほとんど、ね、通行止めになってた、うん、で先生が、まあ、もう絶対原発行きたい、今回原発行きたい行きたいっつって、もうしょうがないから、まあ、最初行かせてくれなかったんですよ、まあ、いや、なんか濁しててずっと、そのね、その3.11ってやっぱりどうしてもその僕はそれがとちょっと引っかかってたのが、はい、あの福島の人にとっては、まあ、神戸の 1.17 みたいに、まあ、まあまあこうお祈りする時じゃないですか、うん、でそこに、まあ、こういうやつが行ってしていいのかなどうかなって思いながら、まあ、実際その場所では来なかったんですけど、あの切るワルタンは出なかったんですけど、チリが行きました、はい、あ、チリ、はい、それよりもう一個でかいやつもうちょっと、はい、でちゃんと富岡行って、まあ、結構亡くなったところでちゃんと手を合わせて、それからまあ活動、その撮影活動で、僕らがそういうこう場所に行くことで、福島の人たちが、まあ、その僕らが行けるから安全だっていう、そういうふうなその、まあ、あのそういうプロパガンダに使われるんじゃなくて、まあ、ここまで復旧したよ、ここまで復興したよっていうのを、まあ、ワルタンの目を通して見てもらえたら一番いいなっていう、どっちかというとそういう感覚です。で僕らがまあ、継続してその福島に行く理由っていうのはそういうことで、でどんどんその兵庫県の人たちも言ってほしい。で、まあ、その福島の県の人たちっていうのはなんだよそもんがと。いや、でもよそもんじゃなくて、僕らは日本人であって、日本に住んでる人間で、海外の人たちに対してその福島が今どうなってるかっていうのはやっぱり伝えなきゃいけない、伝える義務があるだろう。だから福島県の人が言えないことも僕らは言っていきたいし、その目で見てきたことを伝えたいなと。でそれを、まあ、Facebook とか、ホームページとかで、まあ、伝えていきたいと。そのメディアもそろそろっていうのは、もうワルタン自体がメディアとなって、そうやって伝えていければいいと。一番そこに行けるんで、という、あ、そうですね、お時間が、はい、なんですけど、というわけで、この神戸が生んだすごいワルタンのことを今日皆さん知っていただいたと思いますので、楽しければぜひ一緒に何か企んでみてください。というわけで今日純坊さん、北出さん、ありがとうございました。